はい、久々ね、リエールさんのハウスに来ました。今日はね、パパと二人、パパがね、なんか奥でなんかしようけどね、撮影許可をね、取れたんで撮ってきましょう。ものすごくね、いろいろ色が出てますよ。本当に多肉の量もえらい増えちょるしな。これいいね、コロラータブランディティやな。これ好きやな、俺持ってるけどね。まあ枯れたのもあるけどな、ね、これがシャルモン。あれアフターグローかもしれんな、ね、人気のですね。これはアプリコット美人、すごいっす、ね、この中心がこのピンク色がねすごくいいっすね。かざしかな、これはね。こんな感じであります、ね、エリザベス。もっとねこれは色が出るでしょうね。これはね確か赤くなったもんね。これはね、はーい、なんかレッドヴァンガードっちゅうんやろかな。初めて見たね、初めてね。これはモンローやな。いい色ですよ、ここね。こんな感じやね。すげえな、種類が多い。サラン、ん、これはこれなんだ、キューティーフィンガー、キューティーフィンガーってありますよ、ね、いろいろあるね、いろいろね、ん、お、すげえ。あ、トリマネンシスサラヒメだってことね。見事やな。こんな感じです。ね。レッドベルベットとかね。ん？これアゴラやな。アゴラやっぱね、いいね。こう爪と赤さがね。どうしてもね、赤多肉中心やな。うわ、ヒューミリスの群生、ヒューミリスの群生がすごいっす。こんな感じやね。パパがなんか水やりしてますよ、水やりを。お、すげえ。お、ベックか、ベクジャンダ。これね、もう今手に入らんのやねんかな。ね、何個もあります。すごいね、ね。お、リエールさんにしては珍しい。これあれかな、金のなる木かもしれんね、これはね。うん、ね、あとはなんだ、ここら辺は、ね、何これ、玉ぞそんなのがあるよな。いろいろありますよ、いろいろ。お、人気のオレンジモンロー。濃いね、ここら辺がね、濃い色が出てますね。ね、こう芋虫多肉あるね。なんかな、舞乙女とかかな、わからんけどね。あれはロッティかな、これロッティかもしれないですね。わあ、これいいね、これいいね。赤多肉好きやけんな。マルバーアメストロー、これ確かもうね入ってこないとかいう品種はなかったかな、ね。はい、なんかある。あとはあ、これも人気ですよね、カシオス赤錦。これね、ちょっと薄葉なんよな。あ、けどカッチカチや、カッチカチですよ。これいいね、やっぱね、人気あるの分かりますね、これね。ちょっと今逆光やけどな。エッジと少しこういう風にね、赤みがこうな、内側にね、こうなんか伸びてきてる感じです。うわ、オレンジモンロー、ビッグなやつ。うわー、すごいね、全部オレンジモンロー、ここら辺もね。
うわ、七福神、人気の七福神やな。エストレラがあってまた七福神ね。こうやってね、これを見れることだけでも幸せやな。ねえ、キャラリア、はあ、見事やな。見事な赤ですよ、これね。イサドラ、ね、あ、また七福神。うわ、マリアがすごい、すごい蛍光色。これ見本の色やな。これ見本の色や。うわ、シルエットもうちのと全然違う。うわ、こらすげえ、こらすげえな。シルエットここまで染まるんやな、すげえな。あとまあいろいろあります。というわけでね、へへへ、うわ、これルドルフやな。染まっちょんな、うちのより。ねえ、ここパパが撮影しよるとこやけど、うわ、赤谷、すげえね、これすごいね。出た、マカベアナニシキやね。あ、これもね、人気あったよね、グローブローサとね。あ、そう、プロリフィカのハイブリッドやね。あ、今やっぱいいね、季節がいいけんね、こう燻製しますよね。ブラックネイルね、アップルローズとかね。あ、イサドラッチ、さっきも撮ったの。イサドラッチ人気がなかったのかな。こんな感じですよね。あ、アリエルも粉吹いてすごいね。あ、シルバーリングもあるけど、うちのは小さいもんな。見事やな。オウンスロー、やっぱあれですね、久々来たけん随分やっぱ表情が変わってるからね、ものすごいやっぱ綺麗になっちゃうな。ほんと、スイレンやろ、ポーラベリーとか聞いたことねえな。ね、あ、でまたオレンジモンドとかね、オレンジっぽいラジアやな。ロイヤルプレミアムね。お、プラダも、これも粉吹いていいな、プラダね。あ、サラボニーもすげえ、サラボニーもすげえ染まっちゃうな。あ、相変わらず壊れやな、楽園って感じやな。すごい、あ、アメイジンググレイス、すごいですね、もうオレンジとはね、オレンジっていうかピンクっていうかね。うわ、チエムだ、すごい色がね。なんかすごいしか言ってないですかね。シルクローズだって。わあ、すごい、トランペットピンキー、やっぱこんなに染まるんですよ。うち今まだ染まり途中やけどね、すごいすごい、これ朱色やな、ほとんどね。すごいね。ゴールドピッチだ、ゴールドピッチ。うわ、あ、モヒカン、モヒカン、これ日本株ね、モヒカン、チョコレート錦やね、すごい。まだね、いろいろこうありますよ、いろいろね。あ、これすげえな、ティッピー、ティッピーの石化いいね、これもね。これは、あ、これ前も撮ったな、惑星の星っつってね。アメジストね。エロス、ソリね。あ、こういうの俺あんまり買わんけどね、エルヒエル、エルヒエル、女性が好きかもしれんね。
まあこんなのでね、いろいろありますよ。はい、久々に撮ったけど、すごい色のね、多肉をね、見させてもらいました。はい、というようなことでね、今日は終わりかな。うん、それではチャンネル登録とかね、いいねボタンよろしくお願いします。はい、それではまた。